後になって思った。無視してたわけじゃなく生きるのに忙しくて、振り返った時に君の存在を知った。見た目ではない、その性格にどんどん惹かれて、やっと理想の彼女と分かる。白をしたて、調子がいいやつと君は呆れちゃうんだ。